見た者がいるだろう。吐け。何も知りません。シラを切るつもりか。知らん者は知らんのだ。お侍、あなたからも言ってやってくれ。何をか申してみよう。
止まれ浪人。何用で参った？浪人ではない。酒井仁と申す。侍？ならば御前に会われよ。産木谷の佐藤佐だ。さあ、こちらへ。参りましょう。まず御前にご挨拶。なぜ侍が鍛冶屋のために命を懸けるんだ。何でわからないか、うん、このお方が産木御前です。産木谷へようこそ。猛虎に知られておらぬようですな。ありがたいことにね。ここでは争いなんて幾とせもご無沙汰。太刀を抜けばうちの者が黙っちゃいないよ。その掟を守りゃ、わけもなく切られることはないけどね。さて、それじゃあ、御用を伺おうじゃないか。仲立ちの五郎を探しておる。ふん、なるほどね。今頃下で酒をしこたま飲んでるはずだよ。仲良くしてやりな。礼を言う。また会いたいもんだね。あんたとは助け合えそうだ。酒井様、こちらへ。お伝えしたいことが。どうした？あなたに語りを聞かさねば、修羅に殺されてしまいます。何を言っておる。修羅などおらぬぞ。おるのです。その名は小次郎、不死身の男です。少し前まで穏やかで静かなところだった。泡の味がおかしくない。ああ、わかるよ。きっと食べやしたんだ。魚が美味しくてたまらない。しっ。誰かの下につける自由の身で。酒井様、こちらへ。お伝えしたいことが。何も言ったことないな。昔死にかけたことは。あ、そう。何があった？家から離れた森で侍ごっこをしてて、気づいたら夜になって熊と鉢合わせたんだ。それでどうした？怖くて動けなくて地面に倒れて。お主が五郎か。だったらどうだったんだい。そういうあんた？酒井と申す。なに？侍はみんな死んだろう。生きているか確かめるか。だがその前に聞くんだ。志村殿から借りを返せと言づかった。志村様が何をしろって？本土まで下踏みを届けろ。そいつは高くつきますよ。まして猛虎が海を封じてるんだ。借りがあるのだろう。これで返せ。やるしかねえってことか。駒田浜の戦で志村様と一緒に借りも消えたと思ったんだ。だから飲んでたんだよ。祝い酒ということか。弔い酒だ。俺らなんかを守るために大勢が死んだんだからな。だろ？そう思うのなら覚悟を決めて戦いに手を貸せ。だけど戦える侍がいないだろう。加勢は得られる。お主が下踏みを届ければな。そうだね。俺んちはここだ。入りな。もうこの囲みはやすやすと抜けられねえだろうな。
文はあんたが持ってるのか。ご当人だ。赤島の海岸にいらっしゃる。なんとかしてみるか。水戸岳砦の近くに船を隠してある。この地図に目印を書いた。そこで落ち合おう。ゴロ、開けろ。今日こそは金を返すまでこっから動かねえぞ。まずい。俺が出てやろう。お主は行け。おお、そりゃ助かる。では赤島で、酒井様。浪人が何用だ。あ、これはこれは、なぜ五郎の家なんかに。なんだと。いや、出直します。誰か娘を知っていたら教えてくれ。誰か娘を見てないかい。クメ、どこだい。お侍様、どうした。娘が何日も家に帰ってこないのです。逃げたのではないか。そんな子のものですか。探してください。母もそなたのように俺を守ろうと必死だったな。この辛さわかるでしょう。最後に見た場所は道場です。私が先に帰ってあの子も戻るはずが、そのまま行方知れずに。探してみよう。あんなやつ放った。クメを見た者がおるはずだ。道場に犬が忍び込んだぞ。サカオ、弓の手入れをいたしましょう。弓を強くいたしませんか。鎧を仕立て直しましょうか。まあ、素材を十分にお持ちでないようですね。また来よう。一段とご立派になられました。クロードたちの伝承をご存知でしょうか。
これからも頼むぞ。走れ、かけ。よし。戻ったな、チュビは。はい、お伝えします。ウムギ谷でゴロを見つけました。酔っておったか。冷ましました。御身への借りを返すため本土へ船を出すと。悪人も使いよう。あやつほど海を知る者はおらん。この二人が下踏みの使いですか。そうだ。小太郎も太郎も中遊の士、鎌倉への書状を託すにふさわしい。五郎曰く、近くで落ち合い船へ案内するとのこと。宵闇に紛れて立つぞ。その時までに戦支度を済ませろ。はい、叔父上。頃合いだ。皆馬に乗れ。いつでも立てます。油断せず。野党にも気をつけよ。その顔、聞きたいことがあるようだな。申してみよう。五郎と知り合った経緯は。お金製の唐の絹を売っておったのを捕らえてな。絹を燃やし放免してやった。罰する代わりに恩を売ったのですね。腕の良い先導は得がたいからな。猛虎の囲みは厚い。五郎は抜けられるでしょうか。抜けるしかない。我らが捕らえられたらどうします。血を恐れてはならぬ。勇気を持ち、守るべき民のことを忘れるな。志村様。五郎、船はどこだ。こちらに。生きてらっしゃったとは。よかった。よく引き受けた。見直したぞ。まあやるにはやりますが、岸を離れることなく沈められちまうかもしれませんよ。この身の兵が船に行参いますから。では奴らの気を他にそらさねばな。止まれ。ここからは歩く。水戸だけ取りで、我が父が槍川家から奪ったものだ。今や猛虎の取りで。侍が二人で奪い返せば肝を冷やすだろうな。取りでの中で騒ぎを起こせば、船の物見も目を向けるはずだ。五郎、これより我らは取りでに押し入ってくる。その隙に船を出せ。ダメです。死ぬおつもりですか。いいから下踏みを届けろ。馬では気づかれる。歩いていくぞ。良いな、酒井。
猛虎は手ごわい敵だが、食いさえつければ勝機はある。それだけで砦を落とせますか。多勢といえど一斉にはかかってこられまい。幾度敵の不意をつけると。初手だけで十分、残りは切るのみだ。もうこの兵だ。隠れて行けば。敵に背を向ければ背中に逃げ傷を受けるぞ。気を逃すな、橋を渡るぞ。上達盛りではないか。こやつら恐れをなしておるぞ。それでこそ武士。ありがたく存じます。不覚を取るな。救兵、隠れて。
騒ぎを起こしてやれ。もうこの船にいる兵の目を残らず引きつけるぞ。あごめんすか。集めたようですな。叩き切りにしろ。マスター。ルイス。マスよりと次はあそこ。
足を止めるな。切り捨てて進め。さあ敵、教えた甲斐があったわ。見上げた上達盛りではない。入江と何があった？猛虎に見つかったな。奴らの船に追われればひとたまりもなかろう。いえ、我らがおります。それにこの火槍も敵の兵器だぞ。それを使うと今は味方の命が肝心。操れるのだな。やってみせます。猛虎の船を潰せ。砦の兵は任せろ。叔父上、ここで死ぬつもりはないがな。新手の船が来よったぞ。五郎の船に近づけるな。やりました。もうこの船が燃えています。撃ち続けろ。このまま距離を取らせる。手の船が来よったぞ。五郎の船に近づけるな。やりました。もうこの船が燃えています。撃ち続けろ。このまま距離を取らせる。
一度ならず猛虎の狙いをくじくと。叔父上の教えに恥じぬようにと。それどころではない。まこと立派になったものよ。成長したな。あの下踏みには上申もしたためてある。お前を志村の後継ぎにするとな。叔父上、心中では常にそなたを後継ぎと思っておったが、この戦が終われば世に知らしめる。いつの日か民はそなたを頭と仰ぐだろう。わしの後を継ぎ地頭となるのだ。将軍様の下事情によってな。私が務めを果たせるでしょうか。果たせるとも。援軍が着くまでの間もことを進めておかねばな。お考えが。まずは戦支度だ。お互いにな。終わったら我が久原の陣所に来るがよ。その後共に藩から我が城を取り戻し、対馬を救う。父と子として将軍様も勝利を祝ってくだされよ。離れることになる。めぐれも用心しろ。長きにわたり母に囚われの身となる。